今日は接待問題について質問をいたします。きっかけとなった週刊文春の報道では、昨年12月10日の東北新社と秋元局長の会食の会話が紹介をされております。菅政合氏が BS のスターがスロットを返して、木田氏が俺たちが悪いんじゃなくて小林が悪いんだよと、秋元局長はうんそうだよということを踏まえて、秋元局長は小林氏のことを念頭に、でもどっかでいっぱい地にまみれないと全然勘違いのまま行っちゃいますよねと、こういうやり取りがあったということが紹介をされ、秋元局長もそのことを認めておりました。で、BS のスターというのは東北新社のスターチャンネルのことであります。スロットというのは放送事業を行う場合の電波の周波数の帯域幅のことであります。小林とありますのは小林文明当時の総務大臣政務官のことで、このやり取りにあるのは2018年5月の衛星放送の未来像に関するワーキンググループで取りまとめた報告書の内容にも関わるものであります。総務省に確認をいたします。この小林文明政務官が中心となったワーキンググループの報告書は、新規参入を拡大することを求める内容でした。2018年の11月、東北新社を有力企業とする衛星放送協会は42スロットの自主返納を決め、総務省に報告をしました。東北新社も BS 放送のスターチャンネルのスロットの一部を自主返納した。これはその通りですね。再編作業の中でスロットの縮減を行った事業者がいます。株式会社スターチャンネルにおいても、スターチャンネル1、スターチャンネル2、スターチャンネル3のスロットの縮減が2020年11月30日に行われております。これらのスロット縮減は各社が経営判断に基づき行ったものでございます。この2018年の5月の報告書の中身に関わって、既存の衛星放送事業者にとっては、4K を推進している中、 4K 推進に協力している既存事業者を差し置いて、なぜ 4K ではない新規事業者を増やすのかということだったのではないか。しかし、総務省側の強い要請もあり、厳しい経営環境を打開するためにも、将来の見返りを期待しての自主返納だったのではないか。で、そこで東北新社は衛星放送の未来像に関するワーキンググループの総務省事務方への働きかけを強めたのが、その後の接待構成だったということではないでしょうか。で、総務省に確認しますが、この2018年5月の第5回衛星放送の未来像に関するワーキンググループの総務省の事務方出席は10人でしたが、その10人について、その後東北新社との会食に出席した職員は誰か、お答えください。衛星放送の未来像に関するワーキンググループ東北新社との会食が判明したのは、当時の役職で申し上げますが、奈良大臣官房審議官、湯本放送政策課長、井端衛星地域放送課長、豊島情報通信作品振興課長の4名でございます。三島さんについてはどうですか。お答えします。失礼いたします。三島も入っております。この時の情報流通行政局長は山田真紀子さんなんですけれども、それはその通りですね。それなんで入ってないんですか。今回総務省の調査で判明いたしましたのは、現職の職員ということでございます。山田広報官、お辞めになりましたが、当時情報流通行政局長でありましたが、今回の総務省の調査ではないということで、総務省の調査では先ほど申し上げたということでございます。当時でもう山田さんそのものだったわけですから、つまりこの第5回のワーキンググループの総務省事務方出席している10人のうち、6人が東北新社への会食に参加をしているということであります。次に聞きますが、昨年4月には休止をしていたこのワーキンググループが再開をしました。で、12月に再び報告書をまとめました。この昨年4月、新たな論点整理の場として再開された第7回ワーキンググループの総務省事務方10人中、東北新社との会食に名前を連ねていた職員は誰でしょうか。吉田真人情報流通行政局長、湯本情報流通行政局総務課長、豊島情報通信政策課長、井端地上放送課長、三島情報通信作品振興課長、吉田京子衛星地域放送課長、6名でございます。横川哲也君。第7回についても、10人中6人、やはり過半数が東北新社と会食を行っております。昨年4月に再開したワーキンググループの総務省事務方トップは、情報流通行政局長だった吉田真人、現総務審議官であります。で、新たな報告書取りまとめの直前である昨年11月の第1回ワーキンググループには、谷脇康彦総務審議官も出席をしておりました。
で、重ねて聞きますが、小林政務官の下で報告書を取りまとめた2018年5月から、再度ワーキンググループが立ち上がった2020年4月の間で、総務省職員が東北新社と会食した回数は何回で、そのうちワーキンググループの事務方経験者の会食回数は何回だったのか。ご指摘の期間にかかるもの、これ1回の会食に複数の職員が出席した場合1回とカウントしておりますが、第5回から第7回は20回でございました。このうち、ワーキンググループに1回でも出席したものの参加した会食は18回ということでございます。長川哲也君。再開した新たな報告書を出す、そのタイミングとなった2020年の4月の段階、その間に20回の会食がある。そのうち20回の会食のうち、総務省の事務方が参加していたのは18回。これには山田さんは入っていませんよね。入っているとしたら1個増えるということですね。山田さんは入ってございません。ですから山田氏を加えれば21回中19回であります。で、今回判明した接待のほとんどが、この時期に集中をしている。東北新社は衛星放送の未来像に関するワーキンググループの事務方ばかり会食に誘っているということが、ここの実態に明らかではないでしょうか。その後も会食を重ねて、12月までには27回、そのうちワーキンググループの事務方経験者との会食が25回、これに山田氏を加えたら28回中26回ということになるわけであります。その結果取りまとめられた昨年12月の報告書では、BS の、右巻きの帯域の 4K 放送への割り当てや、総務省が衛星の利用料金の低減を積極的に進めるといった取りまとめが行われました。これらは、東北新社が有力企業となっている衛星放送協会の要望、右回りの帯域への 4K 化の希望や、衛星放送利用料金の低減化に沿ったものであります。総理にお尋ねします。こういった一連の接待構成によって、東北新社に有利となるように、行政は歪められたんではありませんか。BS の右巻き帯域への 4K 化の希望とか、衛星放送利用料金の低減化とか、こういうことがどうだったのかについて検証しなければいけないのに、検証委員会にそういう中身が入っていないじゃないですか。倫理規定違反に問われる段階ではなくて、贈収賄といった汚職が問われる問題であり、徹底解明が必要であります。総理にお尋ねします。東北新社と会食した職員は他の衛星事業者との会食はなかったと言います。なぜ総務省は東北新社だけを特別扱いするのか。それは菅総理の存在があるからではないでしょうか。東北新社からすれば、総務大臣経験者の菅義偉議員の息子であり、総務大臣政務秘書官を務めた菅政合氏を採用することによって総務省とのコネ接点を使うことができるし、総務省から忖度が生じる。また東北新社社長親子から菅議員は500万円の政治献金を受け取っておりました。総選挙の時期に献金を行っただけではありません。2010年、14年、17年の総選挙の時期ではない、総選挙のない2018年10月にも献金がありました。この時期は今取り上げたように、ちょうど東北新社が衛星放送行政を自社に有利となるように総務省幹部と会食を重ねてきた時であります。東北新社と特別な関係がある菅総理の存在が行政を歪める大元にあったのではありませんか。いずれにしろ総務省の中でしっかりと検証しているんじゃないでしょうか。そうしたことを徹底して検証すべきことだというふうに思います。そもそも菅総理の存在が行政を歪める大元になったのではないのかと、菅氏の身内の話、そしてこの献金の時期というのもまさに問題となっている時期じゃありませんか。そのことについてきちっとお答えください。私は法律に基づいてしっかり手続きをしております。ですから私の存在がいろんなことにということでありますけれども、そうしたことは私はないと思います。政治家の意向を忖度するような、ね、今の行政のあり方の大元に菅首相の人事介入の問題があると、このことも極めて重大だと、このことを指摘をして質問を終わります。